眠いな。夕焼けおうち鳥でした。黄昏ってますね。この胸の模様なんて夕焼けみたいじゃないですか。綺麗だね。こっちも眠い。眠いな。こちらがしがち鳥でした。眠い眠いな。うん、眠いしがち鳥です。はい、またやってきました。夕飯を確保しましょう。でかいのかかったけど、バレた。はい、釣った魚をさばきますよ。処理します。処理。これは何で食べる予定ですか？それ刺身で食べます。刺身で。全部刺身ですよ。よし、素材の味を楽しむ。あった。ある。やっぱ強い人。ありがとうございます。これは武器だ。すげえ。これは武器だな。いや、ある気がするなと思ってた。みんなやっぱやるから俺も便利かなと思った。辛やん。残念、辛でした。なぜなら腹が減っているから食いついたんです。辛です。うわ、なんじゃこりゃ。ほら、チビでございました。はい、素晴らしい。綺麗。途中から。途中からですか。これ、粗汁にすっか。粗汁にして卵も入れる。卵入れたの。海の幸と山の幸。うめえよ。クソ熱いのになんかこの熱々の方がうまくて。ずるんずるんずるん。
あー何かの稚魚。え？丸々出てきた。それもぶち込みますか。あ、なんかあの粗汁なんとか埋めたいみたいな。粗汁に入れる。やめて。そっちやめて。さすがにやめましょう。写真撮ろうかな。ない。あ、多分これいいでしょ。全然切りは違う。多少。多少。多少です。まだ安心感がある。フルオープン時代ですか。確かにフルオープンで全然。まあ、カラジル作りますか。うん。何か。もう。塩味噌。トイレにまつわる問題は地獄を見るからな。かけたな。俺は言われても男子トイレしか入ったから分からないぞ。あ、これダメだ。うん、はい、できたよ。とりあえず釣れた。なんだったっけ、なんかなんだっけ、なんとか石なぎ、口石なぎ、石口なぎ、なんだっけ。なんかそういうやつと、あれっすね、笛台、網目笛台かな。どっちがどっちですか。白い方が笛台かな。うんうん、っていう感じ。だってこっち走ったもんね。っていう感じでございます。ゴージャスです。やった。もう余すとこなくね、突っ込んでますよ。ほら、頭だわ。お肉と、お肉じゃないや、骨と頭を入れて粗汁を作ります。味噌もね、あるので、ね、丁寧にアクを取ってますよ。 OKOKOK。 さあ、できましたよ。なんだこれ、五目チャーハンと粗汁と刺身でございます。なんやったっけ、石笛鯛と網笛石笛鯛と網笛吹き、の刺身と飯です。粗汁、いただきましょう。では、いただきます。いただきます。いただき笛吹きのね、頭が入ってます。食べよう。よっしゃ、いただきます。いただきます。さあ、食べ比べてみましょうよ。どっちがどっち。赤い方が石笛吹き、石笛鯛、石笛鯛。あ、うめえ。石笛鯛がどっち。カンパチとは確かに、ね、白身のなんかカンパチっぽさがなんとなくわかった。なんかこっちの方があっさりしてるよね。そうですね。本当だ、なんかこれなんかすっきりしすぎな気がした。嘘、赤身の方これなんか確かになんかマグロっぽさがある。わ、うん、かる。マグロっぽさがあって、こっちはなんか確かにカンパチっぽさがある、うん。だからどっちが好きかってことですよ。やばい、他の魚に例え始めた。しかも和服魚って。